はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日は休日を楽しんでおります。機動戦士ガンダムシード終わらない明日へを第2回目やっていきたいと思います。まあ前回はね、キラ編の方やってまして、まあその途中だったんで、まあタイトル見てちょっと分かりにくいなーってのもあったんでね、一応キラ編1とか2とかいうね表記をなんかつけていこうかなと思います。あと、まあ、前回なんかちょっと手に入ったポイントでショップが行けるらしいんで、ちょっと行ってみたいと思います。ん？客か。伊沢くんがショップの店員やってんの？なんかいろいろ買えるのか。でもこれミッションモード用の何か使える機体とかそういう武装が買えるっていうやつだな。ってことは特に普通にストーリーやってる私には関係ないってことか。ビギナーチケット、ステージの難易度下げてくれるんだ。あーシード辞典、あームービービューアーとかもあるんだ。あーこれはちゃんと解放しとかないとな今度。うわー意外とポイントいるな。まあ500はまあいいけど1500とかやばいぞ。あー確かにいろんなのあるんだ。イザクジュールの場合はお守りなんだね。センスディアッカのやつなんだ。あーディアッカって確か日本舞踊かなんかできるとかそういう設定だったよね。あの人あんまりあの見た目からは想像できないけど、あニコルだったらピアノってことか。まあ、とりあえずショップはいいや。懲りずにまた来いよ。なんで伊沢くんが店員やってんだろうな。まあいいか。はい、それでは早速前回のキラ編の続きをやっていきたいと思います。それではスタートです。アルテミス崩壊によって補給に失敗したアークエンジェルは深刻な物資の不足に悩まされていた。そんな彼らが行き着いたのはかつて血のバレンタインで失われたプラント、ユニウスセブンの残骸が漂うデブリ帯であった。強行偵察型福座の陣。アークエンジェルは動けない。見つかって応援を呼ばれたらアウトだ。はい、それではね早速やっていきましょう。偵察型の陣とかね見てしまったり聞いたりするとね、やっぱあのガンダムバトルオペレーションネクストを思い出しますね。いやー別ゲームですけどすいません、なんかそっちが思い出しちゃうんですよね。そういや乗ったなーと思って低コスト戦でって。はい、とりあえずやっていきましょう。ユニットの方どうしようかな今回。見つからないように殲滅しろって言うんなら遠距離からぶっ放すってのが良さそうだよね。はい、じゃあランチャーで行ってみようかな今回。パートナーボムセットとかもあるけど、ミリアリアなんだかんだ射撃にはすごいあのね有効な感じがするあのパートナーだったんで、このまま行きましょうかね。さあ好きな発進シーンの場面ですな。まあ今回ちゃんと装備変えてるから当然ランチャーちゃんと装備出てくるんでしょうね。毎回一緒だったら笑うけど全部エールやんつって。そんなことないな、ちゃんとソード分けてたし、全部ついてパーフェクトストライクになったっていいんだが、まあ、重くて動けないか。キラヤマト行きます。キラヤマトガンダム行きます。強行偵察型、さあスタートした。あれか。なんでこんなところでアークエンジェルが見つかって応援を呼ばれたらアウトだ。アグニは効くぜ。ドーン。何？当たってるけどそんなに減ってないな。本艦船撃沈されたのか。これまずい、逃げられたらおしまいだ。よし倒した。アグニは効くけどあいつ何発アグニ受けても壊れねえぞなかなか。僕はポット。救命ポット。
さあ、ラックス初登場ってことですな。なんかストーリー語られたりするのかな。キラヤマト、そんなことはなかった。いきなり戦闘になったぞ。アルテミスの先遣艦隊が敵に襲われてるわ。今から引き返しても逃げ切れる保証はないわ。ああ、ムーさんかな。上にいるね。援護に行くしかない。キラ、先遣艦隊にはフレイのお父さんがいるんだ。頼む。本命のお父さん。一発ずつ撃ったら落ちるけど、アグニが非常に強力だってのは分かった。しかしさっきのあの陣じゃあなんで落ちなかったんだ。しぶとかったな。確かそこか。見つけた。ロック合わせるの大変だけど、火力が違うね全然。そら、アグニが当たれば落ちる。いいね。おはは、あいつ来た。待て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 、エールじゃないと大変だったんじゃないか、このステージ。外さないぞ。大丈夫、この距離で近づいてくる前に撃ち落とす。ミリアリア、よく見て狙って。どうぞ。分かった、力を貸してくれ。あれあれ、アグに撃とうと思ったけどエネルギーがない。こうなったらスペシャルアタックで。どうだ、もうちょい。この当たれ。アスラ普通にかわす。大丈夫って言ったじゃない。めっちゃ頑張ってるよ。よっしゃ、倒した。なんだろうね、倒すときに勝手にスローモーションになったけど、俺の演出じゃないよ、編集の。本当ごめんに落ちました。先遣艦隊は優勢なのに別地域の方はめっちゃやられてる。この辺はストーリー通りってことか。艦長、ザクト軍に次ぐ。ナタル、何を。こちらは連合軍艦艇アークエンジェル。当艦では現在プラント現最高評議会議長シーゲル・クラインの令嬢ラックス・クラインを保護している。卑怯な。はい、初めてですね。 S ランクだ。ダメージ受けなかったのか。やるなすごいポイントが全然違う入り方が。これならあのショップでちゃんとムービーのやつとかも買えるな。へえ、すごいな。たくさんボーナスもついてレベルも上がって、ボムのストック数も増えたらこれ楽になるぞ。婚約者のラクス・クラインを人質にされ、怒りをあらわにするアスラ。父を守れなかったことを責めるフレイ。昇進のキラは独断でラクスを引き渡す。キラ、お前も一緒に来い。お前が地球軍にいる理由がどこにある。僕だって君となんて戦いたくない。でもあの船には守りたい人たちが、友達がいるんだ。さあ、ステージ4の方ですね。そろそろ地球の方に降りていく感じかな。これ、ザフトはローラシア91、デュエ、バスター、ブリッツ、あの3機。さあ、いよいよ攻めてきましたな、3機で。まあ倒した後にアスランが来るって感じかな、こりゃ。まあエールでいきましょうかね。よし、このまま何もいじらず出撃でいこうか。いや、パートナーのボムのセット増やせるようなこと言ってたな。ボムの数増えたってのは、あ、そういうことか。ここの使える数が増えてるってことか。あ、私の好きな攻撃力アップは別にこれ以上数変わんないわけね。さあ、やはりあの展開の方はアニメと違ってね、結構はしょられるんで当然早いっすね、展開は。ラックス現れたと思ったら一気に帰っていっちゃった。いや、確か見てた当時ね、ラックス一目見て気に入ってなんかいろいろカードやらグッズやら集めた覚えあるな。なんかで結局後半っていうか後でラックスそれほど一番好きなキャラじゃなくなったっていうね、不思議な感じだったけど。
まあ次のシリーズ始まってからの話だけどね。まあ、シードの間はずっとラックス好みでしたけど。キラヤマト、ガンダム、行きます。モビルスーツを引き離す。ニコル。おお、いきなり横に。ビームが飛んできたぞ。降臨を目の前にして。さあ素早く落としていこう。外さないぞ。そんなもの必ず一人攻撃力上げる。よく見て狙ってどうぞ。さあ今のうちだ。あれどこ行った。そう敵が。キラキラブリッツに取り憑かれたわ。戻って。戻りたいけど目の前に来たのが。何イライラさせやがって。この野郎先にインサークを止める。少しはやるな。お前になんかこの行くぞ。もう少しそんなもの一気に決める。よく見て狙ってどうぞ。危ない避けて。あと一発。よし痛い痛い。さあイザークはこれで倒した。あとはこの外れた。お前もだ。冗談だろ。ふざけるな。もう降伏しろ。さあ一番面倒な近接系がいねえんだ。モビルアーマーごときが邪魔なんだよ。容赦ない。リアッカには容赦なく攻め立てる。危ない避けて。この今なら大したことないね。おっと当たっちまったぜ。外れた。だがもう一歩いたね。これじゃ惨めすぎるぜ。よしあいつ2回突きしてこんだけ早く退場させられてたらなんかクビになりそうだな。さあ向こうあれか。第6センサーアレイ被弾。ラミネート走行内温度上昇。さあ最後のやつ使うぜ。よく見て狙ってどうぞ。これでは走行配列追いつきません。よし一気に決める。うん、外さないぞ。さあ長押しするとなんかロックが正確になるのかな。普通に打った方がいいな。乱射した方がよく当たるような感じがする。もともとそちらのものでしたっけね。弱点もよくご存知だ。よしまだやられるわけには。で落とせる。ニコルが意外と粘るな。そんなもの外さないぞ。あーガードしてんのか。だから粘れてるのか。盾がやられた。よし倒した。地に乗っていながら奴ら引き上げていったぜ。よくやったなボス。普通に考えたら3対1ってひどいよな。いすごい奴だよお前は。いえ。リアカー引き上げです。月艦隊が来る。そう痛い。よかった。ヘリオポリスから避難してきた人たち、無事に地球へ送られることになって。今まで守ってくれてありがとヤマト、ガンダム、行きます。師匠ハルバートン、そろそろ退場してもらおうか。本艦は艦隊を離脱し、直ちに降下シークエンスに突入します。相変わらず無茶なやつだな、マリュー・ラビアス。いいだろう。アークエンジェルは直ちに降下準備に入る。限界地まではきっちり送ってやる。さあ、スタートだぞ。そこか。敵が取り付いたわ。ああさっきのね、子供から感謝の花のなんか折り紙みたいなのももらったしね。しかしまあのこの後の結末を知ってるからかなんかちょっと気分的にね乗らないというか変な感じするな。
あんな場面でね、やっぱあの後、この後あの場面を見ると思うとちょっとキラが気の毒に感じるわ。やっぱ脱出する。よし、大体落としたな。あとはこっち。豪華シークエンス、フェイズバン。こんな状況で出るなんて、俺だって初めてだぜ。あと、一気たりとも我らの後ろに敵を通すな。地球軍の底力を見せてやれ。押されている。よし、もう落ちる。脱出する。今んとこ厄介なやつは出てこないな。ボーカシークエンス、フェイズ2に行こう。ローラシア級、接近。足つきを地球に下ろすわけにはいかん。さあ、敵はあと1機。落とせ。何としてもここから先へ通すな。いた。あ、来た。だいぶ操作慣れてきたからね。多少の犠牲は構わん。あいつを落とせば釣りが来る。よし。ストライクめ。あー、来た。アサルト・シュラウドが貴様に屈辱を。どこから。めっちゃお怒りのやつが来たぞ。欲求はここまでだ。これは。まずはさせるか。ディアックから落とす。撃ち落としてやるぜ。よく見て狙って。どうぞ。さあ、真っ先に落とす。当たるわけないだろう。よし、このまま。グレイト、勝つだけは多いぜ。あ、くそ、横から。ぬるすぎるぜ。この傷の霊だ。受け取れ。受け取りたくねえ。装備が。そう、相手をしてる場合じゃねえんだが。いいだろう、先にこっちから落としてやる。そろそろ本気で行くか。よく見て狙って。回避入れよう、先に。どうぞ。よし、オッケー。スローモーションみたいになるから一瞬。させやがって。よし。もう戻れない。よしよし、これであとは息どこ行った。行け。危ない、距離を詰めて。遅いんだよ。捕まえた。これはまずいぜ。やったには容赦しねえ。当たるわけないだろう。行くぞ。こっちにはミリアリアの加護がある。ダメだ、戻れない。ざまみやがれ。くそ、限界か。フェーズ3、大気圏突入。俺の方も戻れねえ。よくも邪魔を。はい、それではステージクリア。今回はランクの方 A ですね。まあ、何が足りなかったんですかね。スペシャルクリアのところのポイントが少ないから、ハイテンションっていうところと、パートナーアタックがゼロっていうのがなんかちょっとあれだな。もしかしたらあのパートナーアタック使ったらスコア落ちるのかな。残しておかないとダメとか、そういうあれ。あのコンヘルがアップは結構魅力的だからね、使っちゃうよ、思わず。あとなんかスローモーションに一瞬止まってくれるから、なんかやっぱね、途中場面あったけど、イザークが切ってきた時とか、やっぱり回避入れて避けれたりとかもあったからね、便利なんだけどな。わかんない。まあ A か S ぐらい取れればよしとして、まあ今後もやっていこうかな。はい、というわけで、まあ今回まあちょっとやや短めですがね、このぐらいで、終わりにしたいと思います。まあまたね、次回近いうちにね、やっていけますんでね、この短さぐらいでやるんなら編集とか時間見つけたりとかね、プレイもできますんで。はい、あとはまあイザークのあの例のシーンがやっぱ出てきましたね。まあまあそこは絶対出すだろうなとは思ったけど、いやリアルタイムで見た時イザーククソだなって思いましたからね。確か覚えてるけど、いやな、キラの境遇も含めてね、なんかすごい不遇なパイロットだなってちょっと思いながらね、初めて見たガンダムだったから、他のガンダムシリーズ の主人公がどんな感じかとか全然分かってなかったんで、確かそういう意味じゃね、なんかガンダムのパイロットってみんなこんな目に遭ってんのかなってその時ちょっと思いながらね、あのこのシリーズ見終わったら他のシリーズ見てみようとかって思った覚えがある。はい、というわけで今回ここまでにします。それではね、またよかったら次回ゆっくりとやっていきますんで、見に来てもらえると嬉しいです。それでは失礼します。